アエリア・カッピトリナは、ローマ皇帝、ハドリアノスの治世に発生したバル国馬の乱の後、ユダヤの痕跡を一掃する目的で、ローマ様式に再建された植民地エルサレムの新名称。崩落する第二エルサレム神殿を描いた、絵画紀元前1000年頃、エルサレムはダビデ王によってユダヤ国家の首都とされ、息子ソロモンによって神殿が築かれて以来、ユダヤ民族の宗教、 政治、経済、文化の中心地であった。しかし、王国の分裂、アッシリア及びシンバビルニア王国の侵略により、国家は滅亡に至る。その後もアケメネス朝マケドニアのアレクサンドロス大王など、外来の様々な勢力による支配を受けた。ヘロデ朝時代のエルサレム起源前142年、ハスモン朝として、再びユダヤ国家が成立。 ダビデ時代の半島を回復するまでに繁栄するが、やがて紀元前一世紀中頃に中東へ進出してきたローマの介入を受け、区別溶かす。混乱の中で台頭したイドマヤ人のヘロデは、ローマの有力者たちを相手に巧みに立ち回り、紀元前37年にローマの講演を得てヘロデ朝を建国する。ヘロデはその後も、ほぼ同時期に停戦へと移行したローマとの友好関係を、 維持し続け、初代皇帝の座についたアウグストゥスからは、カエサルの友人とも呼ばれるまでにより絶大な信頼を、勝ち取り、ユダヤの王として君臨する。ヘロデの死後、ユダヤは三人の息子たちに割譲されることになるが、西暦六年には、ローマ属州に編入される。また、エルサレムで、ナザレのイエスが活動するもこの頃である。イエスの教えはやがて弟子たちにより広まり、ユダヤ教から、 キリスト教として独立、発展していった。本校ではこれ以降、ユダヤ人をユダヤ教を法ずる者として記述する。補修のユダヤ効果。左、皇帝の肖像。右、泣き沈むユダヤの女と勝ち誇るローマ兵いい心教の神を報じ、神こそが自らの唯一の主と考える。ユダヤ人は、知性の当初から支配者ローマに対して反感を抱き続けていた。 イエスを裁いたことで知られるポンティウス・ピラトゥスなど、歴代の俗州総督についても、その知性が良かろうと悪かろうと反感はやむことはなく、ローマは安息日の休養など、ユダヤ教の宗教事情を鑑み様々な配慮を見せた、ものの、ユダヤ人たちの感情が和らぐことはなかった。カリグラテは、自らの祭壇を、ヤムニアの町に築きユダヤ人たちに礼拝するよう迫り、 怒った彼らがこれを破壊するなど様々なトラブルも発生し、ついに、ネロ帝の末期の66年、フェリックスと続くフロルスの二人の総督による、ユダヤ人に対する虐殺、略奪行為が引き金となり、ユダヤ人とローマとの間に全面戦争が勃発した。これをユダヤ戦争という。戦局は、所詮は、ユダヤ人に有利に展開し、 ユダヤ側はエルサレムを占拠する。さらに、ユダヤ各地に要塞を築き、ローマへの迎撃体制を整えるが、ネロによって派遣された鎮圧軍司令官のエスパシアヌスにより要塞は、各個撃破される。その後エスパシアヌスは皇帝に即位し、後を継いだ息子のティトゥスによってエルサレムは陥落した。キュロスの時代に再建された神殿は崩落し、死街も、 ほぼ完全に焦土と化した。ユダヤ人最後の拠点であった要塞マサダにおいても、老城戦の末74年に集団自決を遂げ、戦争は終結した。ローマに投降したユダヤ人、フラウィウス・ヨセフスによるユダヤ戦記には、この戦争での創始者数は110万人であったと記されているが、後世この数字はとんでもない誇張であると評価されている。ユダヤ戦争により、 エルサレム神殿は、王子の面影なく、徹底的に焼かれ破壊し尽くされた。都市としてのエルサレムも戦争以来再建はなされず、野獣がばっこしアレルに任せるありさまになった。破壊し尽くされた中残った、ヘロデの王宮跡には、ローマ軍第10軍団 M が駐留していた。この関ユダヤ教のナーシーであるがマリエル2世が、聖書聖典からイエスの教えを伝える。 福音書を異端とみなして、これを排除したことで、ユダヤ教徒とキリスト教徒は、完全に決別しこの後を共闘することはなかった。このような状況下にあっても、ユダヤの完全なる解放を絶望する、急進派、熱心党等らによる、先導活動はやまず、反ローマの機運は、ついえることはなかった。トラヤヌステイの末期、 各地に離散していたユダヤ人による小規模な反乱が連鎖的に発生するものの、それらも短期で鎮圧される。トライアノスが死ぬとハドリアノス帝が皇帝に即位する。ハドリアノスは帝国内の臣民に対し恩恵な政策をとり、ユダヤ人に対しても地政開始の当初は温厚な顔を見せてエルサレム神殿を再建する約束さえ与えた。 トライアヌス地聖下の戦乱に疲弊していたユダヤ人はハドリアノスをかつてバビロン保守からユダヤ民族を解放した王になぞらえて第二のキュロスとまで呼んで叩いた,たが結局神殿が再建されることはなかったハドリアノスは晩年になってユダヤ人に関連する二つの直令を出す一つ目はエルサレムの再建に関する計画二つ目は 体の一部を切除する行為の禁止である。エルサレムの再建とは、一神教ユダヤ教の中心地としてではなく、完全にローマ人、ヒユダヤ人のために都市化することであり、エルサレム神殿の後にユピテルの神殿を築き、都市の名前もアエリア・カピトリナと解明することとした。体の一部を切除する行為とは、ユダヤ教においては合礼に他ならない。 神との契約の証である割礼を禁止されることは、ユダヤ人にとって、到底感化し得ないことであったが、ハドリアノスはこれを破った者には資材を持って、報いるとまで強硬な姿勢を示した。唯一無二の信仰である、ユダヤ教に対する、耐え難い冒涜であると受け止めた、ユダヤ人たちの反ローマ感情はもはや後戻りできない、ほどまで高まり、再び大規模な反乱が勃発することとなった。 ユダヤ人たちの反発を招くことが必死なこのような精霊の交付は彼らが報ずる一心教の性質がローマの多神教的文化とは相入れないものと判断したハドリアヌスが戦争を誘発させるために恋に行った挑発であったという見方も存在する。バルコクバによるテトラドラクマ銀貨左、エルサレム神殿と星、右、ナツメヤシノハトの葉と好み132年。 ユダヤ教の立法学者アキバベンヨセフによってそのカリスマ性を見出されたバル国馬は自身をメシアと称しユダヤ人を率いてローマへの反乱を起こした。これをバル国馬の乱という。ユダヤ各地で戦いが起こり反乱軍はエルサレムを占領ローマ軍はカイサリアへの退却を余儀なくされた。この勝利を得てバル国馬はエルサレム解放を誇示する新効果を発行する。 ただ考古学的には、反乱軍がエルサレムを完全に奪還したという形跡を発見できてはおらず、主に山岳地帯や荒野におけるゲリラ戦を展開していたと推測される。しかし、ローマより、セクス・トゥス・ユリウス・セウエルスの軍が派遣されると戦局は逆転し、かつての戦争時に、ティトゥスが取った格好撃破が再び行われ、戦争から4年目の135年バルコクバは、 エルサレムを放棄。南西に位置する最後の拠点米イトテルに移り最後の抵抗を試みるも、兵糧を立た,たれ同年、アブの月の9日、ついに陥落。反乱軍は殺戮され、生存したものも多くは奴隷として売られた。奴隷の供給量が急増したために、安値で取引された。バル国バは戦死。ラビアキバは捕獲され、後処刑された。 ローマ史を表したカッシウスデオによると58万人に上るユダヤ人が戦死した。ローマ軍も大きな損害を被り、ハドリアヌスは元老院に当てた報告書に本来提携文であるはずの世とあまりの軍隊は健在なりの語を用いなかった。戦役の収束後、ローマはユダヤ人に対して熾烈な弾圧を持って報いた。戦術の奴隷化のたとち没収。 人頭税の徴収。ユダヤ人は、かつて、エルサレムと呼ばれた町へ立ち入ることは許されず、それを破れば、死罪となった。ただし、後に年に一度、アブの月9日だけ金を払うことで、立ち入りが許されることになった。そして、ユダヤ人たちは、神殿の痕跡をわずかに伝える、嘆きの壁を前にして泣いたのである。アエリアカ・ピットリナというラテン語の名称は次の二つの、 要素により構成される。アエリアとは、ハドリアノスの仮名であるアエリウス、カピトリナとは、ローマの主神ユピテル、ユーノー、ミネルーアが座するカピトリヌスの丘にちなむ。また同時に、ローマから見れば問題ばかり起こる、火薬庫に等しいローマ属州としての、ユダヤは、シリア・パレスチナと解明された。パレスチナとは聖書に登場し、ユダヤ人のライバルであった、ペリシテ人の地を意味する。 アエリアカピトリナの都市計画、アエリアカピトリナの建設開始時期については諸説ある。カッシウスディオの見解によればバル国場の乱の始まる132年頃より前にすでにユピテル神殿は建てられていたという。エウセビオスは戦争終結後に建設が開始されたという。また別の説によるなら反乱以前にアエリアカピトリナの建設は始まっていたが、 完成を見たのは戦後だと考えられている。いずれにせよ、エルサレムと呼ばれた場所の上に、全く新しいローマ様式の都市が建設されることとなった。かつて神殿があった丘には、ユピテルの像が建てられた。一緒に、ハドリアノス自身の像も建てられたと、ヒエロニムスは、イザヤ小中海の中で述べている。キリスト教側の伝承によれば、ウェヌス像がゴルゴタの丘に建てられたという。 その際はを削りく墓地は鳴らされ、さらに瓦礫の混じった土で盛り土された。パレスチナとなったユダヤにおいて、ローマは徹底的にユダヤ教とユダヤ人を弾圧した。子供の滑稽のみならず、ユダヤ教の祭礼、安息日を守ることすら禁じられ、ユダヤ教教義の規範たる立法を学ぶことやその巻物を所有していることが発覚した場合、即座に処刑された。 難を逃れた者の多くは辺境であるガリラヤ地方に逃避し、立法の明かりを灯し続け、後に世界に離散することとなった。また、カルドと呼ばれるコリント式の列中を伴い南北に貫く二つの大通りが付設された。東西を貫く通りはデクマヌスと呼ばれた。六世紀に作成されたヨルダンマダバの境界にある、 当時のエルサレムの街並みを伝えるモザイクには日本のカルドが描かれている。道幅の全長は22.5メートルで馬車や時に戦車が走る車道。両脇の列中外側が歩道であり、天外で覆われ、焦点が軒を連ねていた。このカルドはローマ様式の特徴といえる。この新しい街の骨格はビザンツ時代にそのまま引き継がれた。 西のカルドとデクマヌスの交差点付近には広場があった。ハドリアヌスの地勢の間に公衆浴場、給水施設、劇場なども作られた。後にローマ帝国がキリスト教家されるまでアエリアカピトリナは規模も小さく、実際のところローマにとってさして重要な都市ではなかった。この時代のパレスティナの中心は海辺の都市カイサリアであった。百十三年。 皇帝コンスタンティヌス一世がキリスト教を公認。330年にコンスタンティノポリス2000とローマ帝国はビザンツ帝国へと引き継がれた。そしてアエリア・カピトリナはビザンツ帝国の植民地となった。この町はキリスト教の中心地となるが、この時代もユダヤ人はこの町に立ち入ることを許されなかった。 コンスタンティヌス一世の母太号ヘレナによる320年代の巡礼を契機に、この地はキリスト教の聖地となり、アエリアカッピトリナから再びエルサレムの名に戻った。キリスト教徒から廃教者と呼ばれる皇帝ユリアヌスは、ユダヤ人に対し、エルサレムへの神殿再建及びユダヤ人の居住を許可した。反キリスト教政策の一環として、キリスト教化され、 聖墳墓教会等の聖堂が立つエルサレムに、かつてのユダヤ教の神殿を再建することで、ユダヤ人からの賞賛を獲得する基礎があったとみられる。着工直後、大化が発生、さらに363年にユリアヌスが死去したことでこの計画は頓挫した。ありがとうございます。